はい。それではね、次にパラグラフ6かな。えー、ここからですね、河川部4の、えー、問題が出てきます。で、これはまあ内容一致の問題なんだけども、とりあえずちょっと河川部4自体ね、読んでみると、えー、As well as the full moon と、満月と同様に、もう満月の話はもここで終わっちゃったんですね。と同様に、May 18th will see a number of other astronomical bodies と。 えー、5月18日には、ア、えー、ナンバーブたくさんね、たくさんの、その他のなんか天文学的なボディですから、まあ天体ね、えー、天体が見れるわけです。それはアピアリング・イン・ザ・スカイというわけで、まあ空に様々な満月以外の天体が現れるらしいんで、まあそこで、あのさっきの質問の選択肢をもう一回見てみましょう。 これ最初にチェックしておきましたが、えー、トイオンの問題は、なんかその主語は非常に目立っているので、とりあえずはこのマーキュリー、12、uh, 2012、12っていうね、わけわかんない物体、それからジュピター、サンライト、などなどを探しながら読んでいきましょう。まあ、途中にね、和訳問題なんかも入ってます。はい。というわけで読んでいきますよ。えー、ここからね、えー、by that morning of the full moon on May 18th. 2019かな ?1919 年,年の5月18日の満月の朝までに、as morning twilight begins,、ね、morning twilight なんですか <laughs> これね、あの、これも覚えておいてください。語形で。twilight ってよく言うけど、これ、twilight ね。ライトはもちろん光なんだけど、t w i ってなんですか t w i 絶対知ってる。 ツインね、ツインです。ツインって2だよね。2つのライトなんですね。なので2つのライトっていうのは、まあメジャーなやつ2つあると1つは太陽、もう1つは月なんですね。なので、その太陽の光と月の光両方が出てくる、そういう 時間帯のことです。なので、えー、まあ昼間は太陽出てるわけねで。夜は月が出てるわけです。その両方ということは、まあ、要は夕暮れ時ですよ。夕暮れ時両方出ますよね。それからあと明け方ね。明け方はその月がだんだんこう、かけていってで太陽が徐々に出てくるみたいなね。そういう状況のことなんです。だから、まあ朝焼けとかも言ったりするのかな。そのまあ時間帯的にはその夕暮れ時と、それからその朝、えー、夜明けのちょい前ぐらいのことをトワイライトって言います。で、その、まあこの、 これはモーニングですから、朝ね。まあ夜明けの、なんかちょっと前ぐらい、日の出のちょっと前ぐらいか。ですね。その朝の、そう、トワイライトが始まる頃に、ジュピター、なんかありましたね。一応チェックしていきましょう。ジュピターが、will appear in the south, south, southwest about 23 degrees above the horizon. と地平線の23度 ?23 度上ですね。23度上に出てくる。しかも、 えっと、南南星か。南南星のね。なんか空23度のところに出てくるらしいです。そして、サタン will appear in the south about, about 30 degrees above the horizon というわけで、えー、これまた、なんかその地平線の30度上ね。30度上南に、今度はサタンですね。これサタンさっき実は出てきてはいたんですが、主語に入ってなかったんだよね。土星が出てくるらしいです。ということで、もうちょっとどんどん削っていきますが、まずこのジュピターについては、 これか。C ですね。C にジュピター出てきます。で、ジュピター will appear higher in the sky than Saturn というわけで、えー、その土星よりも、そのジュピターの方がより高いところって言ってるんですが、えー、まあこれ単純にも数字の問題で、以上。ジュピターは23度。 って言ってましたね。で、サタンは30度。サタンの方が高えぞっていうことなんですね。なので、このハイヤーが逆です。なのでも C は明らかにダメ。という、まあこれデータを拾う問題ね。です。戻ります。 はい。で、次にね、河川部後のところです。今度は、あの、金星の話が出てくるんですが、それが和訳問題になってます。まあ、和訳ですので、ここは慎重にね、文構造、文型を捉えていってください。捉えていってください。やってみますよ。えー、まずは、ヴィーナス。これが主語ですね。で、will be rising。これまあ、b-i-n-g ですか進行形でしょうね。なので、これが動詞となります。で、ライズはジ、字、他、どっちライズは、 上がる、登る、ということで、何々をっていないんで、これは自動詞ですね。なので、これ SV でおしまいなわけです。目的を取りません。ということは、この、アバウトセブンミニッツな、なんかこの、アバウトセブンミニッツって、なんかただの名詞が来ちゃったんですが、これ何やってんの っていう話なんですが、でもおそらくね、このライズは自動車だから、目的語を取らないんで、こいつもやっぱ何らかの就職語なんだろうと思われるとっていうことです。そこでちょっとね、英文法の、あのー、根本原則をちょっと確認したいことがありますんで、見てください。 はい。えー、福祉の働きって話です。まあ、これ、これ、英文法の根本ルールの一つなんですが、あの、英語の福祉ね、まあ、大体なんとか D って LY がつくやつが多いけれども、いろんな形はあります。とりあえずちょっと結論から覚えておいてください。福祉はね、とにかく働きは何をするんだっけ あの、よくね、動詞就職っていう,うに覚え方をしてる人もいるんだけど、それは間違ってないんだけども、不正確なので、正確に覚えてください。簡単です。副詞ってね、とにかくね、英語で副詞って言ったら就職後の本です。もう就職後イコール副詞副詞イコール就職後副詞はもう何でも就職をします。が、一つだけ、あの、形容詞は名詞を就職します。なので、名詞を就職,就職するのは形容詞なので、それ以外は全部、副詞が就職すると。っていうことです。だから、覚え方は簡単で、副詞は名詞、 以外ね、名詞以外を就職します。名詞以外何でも就職すると、と覚えておいてください。じゃあね、名詞以外って一応何があるのかっていうと、具体的にはさ、英語って名詞形容詞、副詞、動詞のこの4品詞で成り立っているので、名詞以外ってことはこれね、形容詞、副詞、動詞になります。だから、もちろん動詞は含まれてるんだけど、形容詞にかかるのも副詞、副詞にかかるのも副詞です。で、動詞にかかるのも副詞になる。で、プラス、これ品詞じゃないんだけど、文ね、 文全体にかかるのも副詞になりますので、まあ正確に言うと名詞以外っていうのは、形、副・同、文ね、にかかると、っていうことなんです。なんだけど、でね、このそれぞれ、あの、かかるものに対して、場所が大体決まってます。どこに置くかね、副詞をね。まずね、形容詞、副詞にかかる副詞は、基本、その直前に置きます。直前。これも簡単な話で、例えば、ハッピーっていう形容詞があってね、で、このハッピー、 就職する言葉どこに置くとってもハッピーってなんて言うって言ったらもちろん、ベリーハッピーでしょこうよね。えー、ハッピーの目の前に置きますよね。だからその形容詞に復讐をかけるときはその形容詞の直前に置くわけですよね。って話です。なので、形容詞とか復詞にはこのように前からかかると。っていうことですね。それに対して、動詞にかかる復詞ね。動詞にかかる復詞はどこに置くまあこれも例文考えたらわかるんだけど、he can speak English very well とかね。 あるいは、I studied English very hard とかね、文末です。文末が <laughs> 基本です。文末の副詞は動詞にかかります。ただし、あの、オフンとかユージュアリーとかさ、あの、頻度を表す副詞は動詞のね、近くに置いたりするんで、それは多少例外はあるんだけども、基本まあ、 動詞にかかる副詞は文末に置くと。それと、最後、文全体ね。文全体にかかる副詞は文頭に置きます。文就職をする副詞は文頭に置きます。あの、フォーチネートリー、カンマーとかね、幸運なことになんちゃらかんちゃら、幸運なことにっていうのはその文全体にかかってるでしょ。なので、そういうまあ副詞は通常文頭に置くと。っていうことです。ということで、ちょっとこの原則に従って、あの就職関係もね、ちょっと考えていきます。 はい。ということでね、えー、この about seven minutes ってやつね、えー、これただの名詞に見えるんだけども、でもやっぱこれライズは目的を取らないからね、これ目的を慣れないんでなんか福祉なんじゃないかなと思ったらね、直後にこれがあるんですね。after morning twilight begins と。まあこれも after で始まるこれ福祉説、福祉の塊なんだけど、えー、その朝のね朝、朝焼けが始まる、始まった後って言ってます。始まった後って言っていて、その前に7分っていう言葉があるので、 これ、こっちにかかりますね。7分後ですね。えー、その、モーニングトワイライトが始まるおよそ7分後に、ヴィーナスは現れているだろうということです。一応これ進行形で役所ですね、ちゃんとね。えー、まあこれ、ヴィーナス金星ですが、金星は、その、朝焼けが始ま、始まる7分後ですね。およそ7分後に現れてくるだろうと,ということです。で、まだ続きあります。その後ね。 should be が、またまた動詞で、visible が c になります。まあ、visible はこれ、biz ね。あの、biz は、あの、ビジョンとかテレビジョンの biz ね。なので、biz は見るって意味です。だから、e b l e は able なので、見ることができる。まあ、目に見えるっていうことです。で、目に見えることができる should be この should だったやつの。まあ、ちょっとこれ置いておきましょうか。で、その後ね、あの、low in the east north east またまた変なことですが、えー、これね。 In the east, east, north, east は全知識だろうから、そしてこのローもまた浮いちゃってるんですね。なので、SVC ここで終わってますから、このローも一語だけど福祉なんじゃないかと思っておいてください。まあ、続けていきますが、Until about 30 minutes before sunrise と。というわけで、えー、日の出前のおよそ30分までね、えー、目に見,見ることができるとか言ってます。で、ロー、このローどうしましょう で、これもおそらく浮いちゃってるから、副詞なので、これね、あの、動詞に分末、一応人は SVC の後の分末でしょだから分末なので、動詞にかけて、低いところで見える、というふうにね、ローをビジブルにかける感じで、この動詞の B ビ,ビジブルにかけてもいいし、直後、これにも前置詞がありますね、直後の副詞にかけることもできるんで、イースト、ノースイースト、だから、東、 東北島か。東北島の低いところとかね。東北島の低いところに見える。でも、まあ結局変わんないんだけどね。なので、まあ、この論については、一応 SVC の後の文末なので、動詞にかけてもいいし、長語に副詞があるのでね、長語にかけることもできるということです。なので、日の出前およそ30分までは、東北島の低いところとかね。えー、東北島で低いところに見える。でいいです。シュンとどうしましょう。見えるべき 金星に命令するのおい金星、お前見えるべきだぞ。おかしいですね。なので、ちょっとこのシュッドは訳しかちょっと工夫しなくちゃいけないんですが、そこでね、またまた、これちょっと助動詞についてのね、話をちょっとしておきます。はい。でね、助動詞についてはね、あの、よく言われるのが、助動詞の意味は2つありますよと。だから、2つちゃんと覚えてください。普通の役と、それから水流の役をね、分けて2つ覚えておけよって言うんだけども、ちょっとこれはね、あの、感覚として間違っているんで、これ2つはバッつけておいてください。え、助動詞の意味は1つです。 それぞれの助動詞には一個しか意味はないんだけれども、その一つの意味に対して見方が違うだけなんですね。要は、簡単に言うとね、あの、普通の訳とか言ってるやつ、このマストはしなきゃいけない。知ってるでしょシュッドはべきとかね、キャントはできないとか、メイはしてもよいとかって言いますが、まあこれは普通の訳なんだけど、これって要はね、主観的な見方なんですね。 それに対して、こっちの推量ってどういうことかっていうと、この主観的なこの助動詞をね、あの、客観的に捉えた場合です。客観的に捉えた場合の役なんです。何言ってるかっていうと、例えばですよ、自分の友達がいてね、その友達が、担任の先生、担任の先生めちゃめちゃ怖い先生でしょう、なんかもうほぼヤクザみたいな先生いますよね。そのヤクザみたいな怖い先生に、あ,あ、お前、明日お前学校土曜日だから休みだけど、 明日お前絶対学校に来なきゃいけないぞと。マストは義務ですからね、強いですね。You must come to school と。お前は学校来なきゃいけないぞって言われてるわけ、友達がね。そしたら友達は、あ、学校行かなきゃいけないって思うわけです。これは主観的な話。じゃあ、今度は客観的に見て、それを見たあなたはどう思いますかあの、怖い先生にね、お前は来なきゃいけないっていう,うに言われてるわけです。そしたら、友達はあんだけ言われてるんだから、学校に行くに違いない。と、客観的には見えるわけです。 違いない。というふうに映るわけね。とかね。同じように、お前は明日学校に来るべきだぞと友達言われたら、あ、明日行くべきか。というふうに言われた人は思うんだけど、周り,の人周りから見るとね、行く学校に来るべきだと強く言われてるから、あんだけ言われてるから、まああいつ学校に行くはずだな、はずだなと。行くはずだぐらい。まあ違いないよ、ちょっとね。ちょっとやらいでるだけです、別に。とかね。それから、またまた先生に、お前は明日学校に来ることはできない。 なぜならお前は修学旅行に行くからよくわかんないとかね。あるいは明日が校に来ることできない。明日は学校が工事中だからお前は来ることできないぞ。って言われたとしたら。そしたら周りから見たら学校に行くことできないんだから、あいつはね、行くことできないんだから、俺らから見るとあいつが行くはずねえよな。ってなりますよね。能力ないとかね。あるいはまあ不可能って言ってるわけだから、するはずがない。あれはずがない。とかね。あるいはまたまた先生に今度は優しくね。 明日学校来てもいいよと。学校で土曜日だけど勉強してもいいよ。許可されてると。そしたら、まあ許可されてるということは、行く可能性もあるし、でも許可されてるだけなんで、行かなくてもいいんでね。行くかもしれないし、行かないかもしれないと。ということでかもしれない。 ってなってるわけ。わかるだから、全く、べ、二つの意味が別々にあるんじゃなくって、意味は一つなんだけど、それを主観的に見るか、客観的に見るかっていう話なんですね。ですので、まあ、シュッドも、まあ、基本、べきで覚えておけばいいんだけども、えー、べきっていうのを客観的に見れば、するはずだ、えー、するだろうぐらいでね、訳せばいいでしょうということです。だから、まあ別に、はずじゃなきゃいけないわけじゃないんだけど、はずだとかするだろうとか、まあ、違いないはちょっと強すぎるかなって気がしますが、それでも大丈夫です。ということでね、ちょっと役を。 出しておきました、えー。朝、夜が明け始めて、およそ7分後ですねいや。明け始めてから7分後に、金星が昇っていることになると。まあ、これ一応進行形っぽくね、昇っているっていうねしてきました。がで、金星は日の出の約30分前まで東北東の空の低い位置に、えー、東北東の低い位置っていう風にしてみましたがで、見えてるはずだということです。もうこれ本当に機械的にダラダラとそんな感じで、ね、時制と助動詞に気をつけて訳してくださいという問題です。 さあ、あとはね、引き続き、あの、内容一致をね、確認していきます。で、次にこの下線部の後に、マーキュリーね、水、えー、星かなが出てきます。で、そのマーキュリーについては、マーキュリー will not be visible と、見えないって言ってます。目に見ることできないですね。 なんでかっていうと、lost in the glow of the sun. えー、こういう短い、グローね、この短い単語っていうのは語源の説明がつきにくいんで難しいんですが、これグローは輝き、光輝くことです。なので、太陽の光の中で失われてしまうと、太陽がまぶしすぎて、えー、マーキュリーは見えないということです。見てみましょう。マーキュリーありましたよ。マーキュリー will be seen. おい もうこれでも見られるだろうって言ってます。えー、昼間に見えるだろうって言ってますが、太陽の光の中で見えないって言ってましたね。not visible なんで、もう will be seen, b です。というわけで、もう A も消えます。それからね、もう一つ、実はこれ意外とこれは見にくいんだけど、サンライト。今太陽ありましたよね。Glow of the Sun ってありましたよね。で、この太陽、実はこのなんかサンライトこう出てきたんで、あの、今のさっきの太陽箇所同じだったんですが、サンライト will be blocked. 日光がブロックされる、遮られるわけです。誰によってバイアン、アストロミカルボディ、何らかの天文、天文学的なボディですか天体ね。5月18日は何らかの天体。多分このマーキュリのこと言ってるんだろうけど、これまた逆だよね。 マーキュリーは見えない。なぜなら太陽によってブロックされるからであって、えー、日光がブロックされるんじゃなくて、日光はブロックする方です。なので、この B ブロックって受け身の関係がね、間違っていて、えー、むしろ、えー、日光がマーキュリーを見えなくさせるということなんですね。ということで、これもツになりますので、そうするとまあ、消去法で B が正解とわかるんですが、ただこれちょっと難しいんで一応見ておきます。 というわけで、問題のね、これです。なんだっけ。2012KT12 っていうね、なんか、ラッパーみたいな感じなんですが、まあ、これとにかく、Near Earth Object ね、えー。地球の近くにある物体です。なんか言い方、おしゃれな言い方あるんだろうけども、なんか地球の近くになんか物体が飛ぶらしいです。で、これについては、えー、なんかかなりアプローチ近づいてくるらしいんだけれども、ちょっと読んでいきますよ。The object which measures between 48 and 107 1セ、えー、7 feet i n s i イ e これサイズね。その物体の大きさです。48 feet×107 feet らしいです。あまあ、あんまり長さ気にしなくていいですよ。で、それが、is set to pass Earth と、えー。地球のところを通るんだけれども、それが、at 1.0 and 7.5 lunar distance。なんじゃそれ ?lunar d i s t a n c e ーってわかるまあ。 あのー、アニメとかでよく使う言葉でね、月ってことなんですが、まあでもとにかくそれはわかんなくてもいいんだけど、ルーナーディスタンス1.0とか7.5のルーナーディスタンスのところで飛ぶらしいです。はぁ、あ。で、この後はそのスピードなんですが、それはどうでもいいとして、その後にちゃんとね、ここですね。ここに、よいルーナーディスタンスのね、説明があります。ルーナーディスタンスとは、The moon's average distance from Earth というわけで、月の 地球からの平均的な距離ね月の地球からの平均的な距離をルーナーディスタンスと言って、それの1.0倍とか7.5倍のところを通るわけです。わかる。1.0倍ということはどういうことつまり 同じっていうことですね。つまり、その月と、月が、地球から月のね、地球から月の距離の1.0倍ということは、地球から月との距離と同じぐらいのところを、この 2012KT12 も言えてないんですが、それが通ると、いうことは、こっからわかります。ちょっと確認しますよ。これね。 2012 KT12 can pass as close as a lunar distance ね。ルーナーディ distance と同じぐらい近いところ、それが1.0倍ってことです。それを通過することがあり得るわけ、ね、で、もちろん1.0からなんとかつったんで、もちろん常に1.0じゃないからね。でもその1.0のところを通り得るというふうにちゃんとやらげてもいるので、まあ、これなら特に問題ないだろう。というので、B が正解となります。はい。 えー、以上がですね、2020年の九州大学の、えー、英語の第2問ですね、の解説でした。これ非常に難しい問題だったのでね、あの、何度か読み直しをして練習してみてください。あの、背景知識がなくても正確に読み取るっていうね、えー、その訓練になる非常に良い,い問題です。ありがとうございました。はい、皆さん。動画視聴お疲れライス。でも、 ここからが勝負ですよ。えー、動画をもう一回見直して見落としたところ、聞き落としたところね、そこをちゃんと確認するっていうことと、さらに、白文を用意して、自分で今度はね、解説をしてみてください。自分で解説できて初めてその単元マスターとなりますからね、ここまで僕らが頑張りましたけど、ここからはあなたが頑張れ